今朝、函館で住宅が焼け、一人暮らしの49歳の男性が死亡しました。窓から激しく立ち上る煙。今日午前7時半ごろ、函館市船見町の住宅から火が出て、木造2階建ての建物の内部が全焼しました。この火事で、この家に一人で住む無職、小佐川敦さんが病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。小佐川さんは燃え方が激しい1階の居間で倒れていたということで、警察と消防が死因や火が出た原因を調べています。